あ、でも止まってないな、これ。止まってないですね。よし、止まってないからこのまま行こう。はい、ということで、なんか止まってない気がしてきたので、そのまま行くことにします。ただでもな、この要改善すっげえ俺気になるな。でもな、止まってなさそうなんだよな。止まってないんだな。止まってないからこのまま行こう。ということで、なんか止まってない気がしてきた。はいね、よし。あ、で、はい、じゃあ行きます。目ね、目から行きます。よし、トランジッションで、今ね、なんかね、キャンサーね、僕がやってる、キャンサーでですね、ちょっとユーゴくんが見てくれてるみたいに、ユーゴくん見えてるってゆうごくんに聞くと。止まってたら教えて。はい、止まってない気がするんだよな、俺。な、見えてますよね。はい、あ、よかった、ゆうごくん。 ゆうごくん見てくれてありがとう。はい、やりますよ、目。目ですね。はい、じゃあ目からです。でね、みんなあれなのかな、今日はなんかあんまり見てく今日はなんか昨日よりも全然少ないんだけどな。みんな RT とかしてほしい。みんな見てね。はい。年間ベスト3いきますよ。年間ベスト3をもうすでに発表したんですけれども、ですね、まあこれ1位、2位、3位ないですよ。で、これ、ツイートしたのは、順番は、あれですね、展覧会の順番ですけど、1つ目が熊谷有紗、小柳ギャラリー。シングルベッドですね。で、2つ目が小谷元彦さんの、トゥプラ、Here is me、ですね。それで3つ目が目、非常にはっきりとわからない。これはまだやってるってことですね。特別賞で高田冬彦、マムスクリーン、森美術館ということになります。はい。で、まあ、この3つについて話すっていうことですね。で、まあ、他にもね、多分ね、あると思うんでね、後から、なんていうかな、まあ思い出しながらまた話そうと思います。本当はね、菅義偉とかって言いたいですけどね。まあ菅君さすがに友達すぎるっていうか、短すぎるし、身近ね。短すぎるし、まあでも菅君の作品も後から見ましょうか、一緒にね。はい、じゃあ行きましょう。目ですね。目。で、これも、まあ昨日ちょっとね、画像を見せましたけどね。見えてますかね。はい、大丈夫ですね。あ、これ、うわ、また上にちょっと白いのが入ってるの。後から切りますね、これね。ですね、千葉市美術館で、今、千葉市美術館というか、千葉市美術館って役所の中に入ってるんですけど、あ、なんていうかね、役所ビルの中に入っているんですけど、その、あ、千葉市美術館ってあれ何階にあるんだろうな。今見てみましょう。これな、あ、そうだ、そういえばこれ勝手にあれなんだよな。これ勝手に YouTube が流れるんですよね。これ勝手に流さない方がいいと思うんですけどね、僕ね。この設定はにしない方がいいと思いますけど。千葉市美術館ってあれ何階にあるんだあれ。わかんねえな。間違ってるかもしれないですけど、5階と6階ということにしましょう、今日は。適当だけど 5階と6階にしましょうね、役所のね。で、2つ2フロアあるんですね。で、その2フロアを使って、フルで目の個展です。まあ、目って光仁遥かね、がさんが僕と同級生で、南川さんと、増井さんはまあ上、ちょっと上ですね、僕よりね。だからまあ30代半ばぐらいから後半の、アーティストが国立美術館で個展をするっていうのはね、非常にいいことですよね。素晴らしいですよね。なかなか、そういう機会ないですから。ということですね。
で、まあ、1階も一応、1階、そもそもその、だから建物、役所の建物ですね、5、6階に千葉市美術館が入っているその建物自体が今、改装工事中で、まあ、なんかそれこそトレーラーみたいなのがね、入ってきたりしてるんですけど、まあ、そういう状況の中で、1階も、なんていうかな、エントランスみたいな感じで使えるフロアなので、イベントスペースみたいな感じで使えるんですね。そこも、まあ、目が、使っていましたね。こういうふうにですね、なんていうかな、まあ、本当にね、イベントスペースでね、結構なんか豪華な感じなんですね。のスペースで、なんですけれども、普段は。そこをですね、美術館のバックヤードみたいな状況にしていて、これは彫刻が、梱包されているような状況。いや、本当かどうかわかんないですよ、これ。だけどね、そういう状況。で、その他にもこう、今右に見えてるあの四角いやつ、これってあの絵画の梱包するやつですよね、輸送する時に使うやつね。そういうものとかが、雑然と並べられていて、上にシャンデリアみたいなのがあるんですけど、それも、ビニールシートで覆われてるっていう感じ。で、中に入るときに、これもまあ昨日言いましたけども、レセプションとか行くとですね、ゲストっていうシール貼って、ここに貼ってくださいねって言われるような、そういうシールをここにまあ貼るわけですね。で、みんな入っていくという、そういう展覧会になってます。はい。で、その5階と6階はですね、完全に、なんていうかな、撮影禁止なので、完全に撮影禁止なので、で、全く画像はないんですが、ですね。これちょっとツイートしようかな。ネタバレします。ネタバレ完全にさせますね。だから、もし、ネタバレを聞きたくない人は、ここでやめてください。ただ、ネタバレしても面白いですよ。ネタバレしても面白いと思いますね。ですね。これ、目について語ります。目。で、この展覧会がですね、何だったっけな、タイトルが、非常にはっきりとわからないね。に、はっきりとわからないね。という展覧会です。ですね、ちょっと待ってね、ネタバレしても。はい。でですね、目ですね。でですね、上がりますとですね、これ、1回、先ほど見ましたね、画像ですね。これよりもこっちの方がいいかな。こういう感じにしようか。これ椅子はないんですけど、こういう感じのですね、全体がですね、美術館のバックヤードみたいになってるんですよ。物がなんか大量にあるわけではないですけど、あ、でもな、まあでもな、イメージによるだろうな。本当のバックヤードは本当にもうぎゅうぎゅうに押し詰め、詰まっているので、すごいんですけど、まあ入ったことがある人はわかると思うけど。まあ、結構歩き回れるぐらい、物に当たったりとかするっていうことはないですね。ぐらいの空間がある中に、いろんな、梱包されたようなものが、たくさん置いてあって、壁は全部養生されてるんですよね。っていう空間にがあります。で、その中でですね、なんかね、誰かが作業してるんですよ。作業員みたいな、グローブとかしてですね、なんかね、物をこうキューッと移動したりしてる。あるいはなんかいきなりカーテンをキューッバーッとか閉めてですね、で、なんかの、ほうきで掃いたりするんですよ。ね、で、ちょっとずつ場所を変わっていくの。ね、で、それだけなんですよ。作品なんかないじゃんと思うんですよ。あれ？わけわかんねえこと目やってんなーってなるんですよ。で、2フロアあるでしょ？ 2 フロア。だからね、まあ僕はね、上の階から行ったと思うな、確か。上の階、まあ、ていうかね、基本的にはね、上の階ね、5階と6階だと、6階が入り口なんですよ。いつもね。で、下の階、上から下に見ていくっていう、
動線になってるんですね、大体そういう作り方なんですよ、千葉市美術館ね。なんだけど、まずね、階段が使えないんですよ。いつもはね、階段使って降りるんですけどね、僕。で、階段もなんかね、結構豪華な感じの階段で、ふかふかの絨毯が敷いてあってね、でそこをこうちょっとこう、まあ別に螺旋じゃないんだけど、別にこう回るようなね、そういうようなね、イメージのね、ちょっと古い感じの、作りの階段を降りて、見に行くんだけど、階段ないんですよ。階段ないんですよっていうのもおかしいですよね。階段はあるんですよ。存在はしてるんですよ、ね、階段は存在していますが、階段がどこにあるかわからないの。なんでかっていうと、全部養生されてるから。養生ってわかります？養生ってあれね、ビニールシートとかで汚れないように、守られているっていうことですよね。なので階段ないから、まあエレベーターで降りますよね。5階に行きますとね。5階に行ってですね、行くとですね、何があると思いますか？ビビりますけどね、これね、ま、あのね、6階とね、全く同じ空間があるの。あらゆるなんか、ね、梱包された材が置いてあって、まあ、作品が梱包されてあるようなね、ようなですよ。わからない。それわからないわけ。非常にはっきりとわからないわけです。わからない箱が置いてあったり、あるいは全く同じように養生してあるわけね。で、その、養生シートで囲われてるから、上の階と下の階の、なんていうかな、部屋割りっていうか、作りですよね。なんかね、動線とかがね、全く同じものに思えるんですよ。で、もともと建築としては違う空間なはずですよね、当然。だから元の空間がどうだったかもう分かんないんだけどね、全然。なんだけど、上の階と下の階、つまり2階が全くコピーされたものとして存在しているような感じになるわけね。で、下の階でもまたその作業している人がいて、それがぐい、今度はまたね、掃除とかじゃなくてね、可動壁ってあれ分かります？あの美術館の、ミュージアムの壁って全部可動壁っていうのになってて、だいたい上から吊るんですけど、上にこうレールみたいなのある。ね、ミュージアム行くときおすすめするのはね、天井見るといいですよ。天井見たらね、いろいろ分かりますから。ライティングとかもあるけど、レールがあってですね、そこをこう可動壁でこう動かしていくわけです。で、展示ごとに空間を変えるわけで、動線変えるわけですけど、その可動壁を動かしてたりするんですよ。だから5階と6階は違うんでしょうね、きっと空間としては。いや、あるいはその少しの時間差によって合わせてるのかもしれないよ。同じような空間にちょっとずつその作業している人たちね。で、これがね、作業員みたいに見えるのよ。なんだけど、当たり前だけど、これパフォーマーですよね。で、目っていうのはものすごい、目って3人組だけど、でも彼らがすごいのは、なんていうかな、インストールチームっていうか、まあ、テクニシャンのチームっていうかね、技術を持ってる彼らの手伝いをしてくれる、ほとんど専属のスタッフたちを何十人と抱えてるっていうところなんですよね。だから結構すごく大掛かりなものをいつもやってますけど、そういうことができるんです。だから現場を一人の人にこうバーンと任せるみたいなことができるんですね。まあ、なんでこんなこと知ってるかというと、僕はまあ、僕我がイサハウスミュージアムですね、花房薫が中心となってやっている、花房薫、花房京子、花房太一家族系の、岡山にあるエサハウスミュージアム、瀬島和代さん建築、チンポムとかも参加し、加藤泉さんとかさん、毛利さんも参加してますけどね、そういう、だから今回ね、2つ入って、まあいいや、あとから話そう。エサハウスミュージアムぜひ来てくださいね。岡山市内ですから、バスで来てもらわないといけない、バスかタクシーで来てもらわないといけないんですけど、まあ、岡山市内にありますので、ぜひ来てください。土日会館ですね。で、そこで、展示してもら、参加してもらってるので、わかるんですけど、一人だけスタッフが来たりするのよ。で、その人に全部任せたりするのね。
で、本当にまあ、そのすごい優秀なわけですよ。淡々と仕事するわけですよ。そういう人スタッフたくさん抱えてるのね。で、そのスタッフのメンバーたちかどうかちょっと分かんないんだけど、まあ、その、そういうようなね、でも手つきもかなり慣れた感じの手つきで、可動壁とかね、動かしていくんだけど、そういうね、まさにミュージアムのね、仕事っていうかね、目の仕事なんだよな。なんていうかな、何も言わずに、本当に技術者っていう人たちの動きをパフォーマンスとして見るっていうかな。まずは一つ面白いところそこですよね。まあ我々ほとんど、我々というか鑑賞者、一般的な鑑賞としては見ることはほとんどないですよね。で、これはね、裏に入って、で、アーティストでも知らない人は多いし、キュレーションでもね、僕もそんなに詳しくないんです。それはやっぱミュージアムのに勤務してる人の方がずっと詳しいんだけど、まあ、例えば日本だとスーパーファクトリーとかね、あれも日暮れとかもそうですよね。まあ、なんか美術の技術屋さんっていうのはいて、あとインストーラーとかテクニシャンって呼ばれる人がいるわけですね。で、海外にではものすごく彼らの重要性っていうのは評価されてるんだけど、まあ、そういうものが見れるということですね。これ一番実は美術の中でも非常に重要な部分です。というのが最近インスタレーションが多いですから、技術がないとですね、できないんですよね。あと、コンピューターで制御する作品すっごい多いですよね。そういうのも技術が必要ですからね。で、美術館、ものすごい大変でしょ？我々がパソコンを使うとかそういうレベルではなくですね、ずっとフル回転させなきゃいけないわけですよね。美術作品を見せるっていうの。ループで映像を見せるだけでも、プロジェクターとかってものすごい熱を持ったりするわけですよね。例えばね。で、そういうものにも対処するとか、もうすごい単純なことだけどね。実はそれってすごくミスなくやるっていうのはものすごく大変なことなんですよ。ですね。で、で上と下がね、全く一緒じゃないかと。だからね、上と下を往復することになるんですよ。でね、結構なんか物とかごちゃ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 あるわけですよ。ものすごくごちゃ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 あるわけ。バックヤード状態ですから、倉庫状態ですから。だからね。で、どっか当たっちゃうんじゃないかなとか思うんですよ。で、これ怪我しないで大丈夫なのかなって思うんだよね。なんだけどね、普通美術館の監視員っているじゃないですか。で、なんか思わず触っちゃいそうとかになるんだけど、でも別に誰も注意したりとかしてこない。まあ俺触らないけどね、別に僕。気をつけてくださいとか言われることないのよ。で、動線はこういうふうに言ってくださいとか言うこともない。動線なんかなきに等しいから、ないに等しいからね。で、そんな指示もないわけ、何も。で、監視員もいないわけ。でもね、実は監視員いるのよ。監視員いるの。で、監視員がいるのをね、いいね。監視員ってわかるじゃないですか。椅子とか座ってるし、なんかずーっと人のこと見てるし、わかるじゃないですか。バレるじゃないですか。ぶっちゃけめちゃくちゃ鬱陶しいですよね、あれ。海外では、ほとんどのミュージアムって、なんていうの、機械になってますよね。作品に近づいたら、すごい音が鳴るんでね、ビーンみたいな感じで。で、警備員が、まあなんか、いきなり、まあ、おい、みたいな、離れるみたいな感じで来るみたいな。あのシステムが僕いいと思うけどね。なんか見られてるのあれ気になりますよね。そう。あれ僕なんかあんまりなんかね、嫌なんですけどね。まあまあまあいいですけど。なんだっけ。あ、そうそうそう。でね、監視ね。実はいるの。ね。なんでいるのにわからないと思います？これ実はね、俺も答え言ってる。答え言ってるの。答えはね、何かと言いますとですね、はい、ちょっとね、画像を戻りましょうね。画像を見せた中で、この中に答えはあるというか、ちょっとだけ見えてるな。はい、ごめんなさい、私の画像で隠れていますが、答えはこれです。このシールなんですよ。ここに貼りますよね。ね、入場者のパスとして貼るっていうふうに言いましたよね。監視員もこれつけてるんですよ。ただそれだけなんです。それだけでわからない。誰が監視員か。
ただ僕なんかかなり長い時間いるので、まあ、分かるようになるんですけどね。結構長い時間いた、ね、いる、まあ、たまたまなんかの知り合いだったりしたから、結構長い時間いたんだけど、そうするとやっぱ分かるんだけど、だからこれから行く人はね、関心探しっていうのやってみるかもといいかもしれないですね。今なんか入場制限とかしてるみたいだから、してるのかな？ちょっと分かんないけど、多分今は多分人いっぱい入ってると思うんですよ。で、人は多い状況で見た方が僕は面白いような気がする、あの作品。ですね、作品っていうかね、空間ね。だからすごい人がいっぱいいたらね、どうなるんだろうね。関心なんかものすごい分からないと、ウォーリーを探す状態ですよね。いいと思うよね。だからまあ、ウォーリーっていうかね、ここだけがね、一緒なんですけどね。ね、それだけで分かんないんだよね。でもね、と同時にね、それやっぱりね、僕ね、でも普通やっぱ動きで分かるはずなんですよ。ただやっぱうまいこと指示してるんでしょうね、目が。まあ目とあれか。で、これ担当が波多井さんっていうね、これもね、僕と同学年のね、キュレーターなんですよ。でね、ちょっと波多井さんの話しようかな。僕ね、波多井さんね、本当面白い人だと思ってて、波多井さん、どんどん出世してほしいんですけどね。彼女ね、とにかくね、経歴が面白いんですよ。でね、ちょっとね、アウトサイダーみたいな人でね、人間はすごいいい人、あれなんですよ、人当たりのいい人なんですけどね、どこだったかな、兵庫だったかな、関西ですよ、まあ。違うかな、和歌山とか分かんないけど、まあ、関西な、で、の出身で、もともと、まあ、高校に行ってた、まあ、高校行きますよね、まあ、進学校に行ってた。でしょうね。だけどね、いきなり中退して、で、いきなりパリに行くんですよ。パリに留学したのかなと思うじゃないですか。まあ、ある種の留学なんですけどね。これね、何のためにパリに行った？パティシエになるためにパリに修行に行ってるんですよ。意味わかんないでしょ？で、日本に帰ってきて、その後ね、で、パティシエとして仕事してたわけですよ。なんだけど、何を思ったのか、僕もあんま詳しく聞いてないから詳しく知らないけど、何を思ったか、突然また阪大ね、大阪大学の美術史っていうのか、あそこの受験システム、文学部だろうな、きっとだから。阪大の文学部に多分入って、で、修士まで美術史をやって、やるわけですよ。もう意味わかんないでしょ。で、そのまま今度は香川県丸亀市、猪熊弦一郎美術館のキュレーターになったわけ。あそこもすごいよくあれですよね、バリバリのコンテンポラリーアートやりますよね。で、その後、まあ何年ぐらい働いたのか知らないけど、まあ、5年ぐらいなのかな、わかんないけど。で、今、千葉市美術館ね。で、多分オリジナルの、っていうか彼女担当の、完全担当、一人で担当の展覧会ってこれが一発目なんじゃないかと思うんだけど、これよくやったなと思いますよ。これすごいですよ。やっぱ、波多井さんはちょっと来てるなって感じがしますね。まず目でやるっていうのが危険だし、まあこれもうね、裏話だけど、もうあと2週間もなく終わっちゃうから言っちゃうけどね、これね、大体美術館のプラン、ミュージアムでに、アーティストがプランを出すと、一発目のプランで通るっていうことほとんどないわけですよ。一発目はなんかこう、ちょっとでかいの出すから、絶対。なんていうかな、難しい、ちょっと無理だろうなみたいな、ギリギリの線をつくみたいなね、特にコンテンポラリーの人はね、をついてくるわけですね。で、まあ、第2案、第3案っていうのが実はまあ、ある程度考えられててね。で、まあ、ある種の妥協点を探りながらやるっていうことです。まあ、これが、つまりネゴシエーションしながらやるってことですよね。これまあ、当たり前なんですよ。でもまあ、この話ちょっと重要ですよね。僕今、この話してて、すごい重要なことを言ってますよ。で、これはちょっと、だから愛知トリエンナーレの問題とかってそういうことね。ネゴシエーションですよ。ミュージアムで展示するときだってネゴシエーションは常にあるんです。美術家が好きなことが美術館でできるなんていうのは完全に幻想ですからね。それはだって空間だって限られるし、いろんなことを考えてやらなきゃいけないので、制限がある中でやりますから、ネゴシエーションがこそこが問題なわけですよね。まあそうですね。でもなんかそういうことで、なんかサンディエゴ・シエラとかがなんか言ってなかったっけ？そういえば。まあいいや。ネゴシエーションアートみたいなこと言ってなかったっけ？違ったっけな。なんか言ってましたよね。リレーショナルで。はい。ですね。はい。で、
ね、なんだっけ。で、そのキュレーション、あ、そうそうそう、だからこれ裏話だけど、この目の、あのコンセプトっていうかね、アイデアね、これ第一案らしい。第一案通してるんですよ。だからね、それはね、まあまあ、あの過激なのがよくできたと思うけど、と同時に、めちゃくちゃなことやっちゃったなっていう感じですよね。ね。だから、あの、いろいろ怒られたりしてるんじゃないかなというふうに僕は思うのでね、あの、ちょっと応援したいですよね。これちょっと、もしかしてこれ、上にし、これを今こういうふうにすると、動く、あ、動くな。これちょっと上に白いのが入ってたので今切りますね。これで今白いの消えたでしょ。ちょっとね、OBS の使い方、OBS ね、配信ソフトの使い方をちょっと忘れてたんですね。さあ、もう思い出しながらやってます。僕もね、久しぶりの放送ですからね。はい。さあ、じゃあですね、その何が面白いのかと思うでしょう。ね、はい、行きましょう。でですね、さっきですね、あ、でもまあ、あれか。さっきね、村山五郎君とね、あ、階段は存在します。あ、これやっぱ止まっ、あ、良くなってんのこれ。今これ復活したのかな、ごめん。ゆうごくんのをね、見てなかったからね、あれだったんだけど、まあいいか。これね、ちょっとね、後から録画してるんで、ね、多分上げ直すかもしれないですけど、まあちょっとわかんない。わかんないな。うん。今は多分見えてますよね。今は見えてるはず。だから、今、目について話しています。ネット改善されました。ギリ OK なんだ。たまに止まるんだよ、でもやっぱり。でもこれ止まってないはずだけどな。今は環境いいはずだけどな。うん。まあいいでしょう。これちょっとどうしようかな。まあまあまあ、こういうこともあっていいですよね。放送だからな。うん。はい。まあ行きましょう。このままね。はい。はい。で、これどういうことかね、やりましょう。ね。まずね、僕ね、作品ないって言いましたよね。僕ね、ちょっと嘘つきました。作品あるんです。2つあるんです、作品。1つはですね、コージンさんの作品なんですけど、これね、あんまり表に出してないかもしれないけど、コージンさん。S ハウスでは展示してます。うちのミュージアムね、S ハウスミュージアムでは展示してるんですけど、丸い家なんですよ。あのね、なんていうかな、壁にかけられるんだけど、少しこう、完全に円形でね。で、ぷっくりしてるの。だから球体の一部が出てきたみたいな感じの絵なんですよ。抽象なんですよ。で、その表面に抽象が書いてあるんですね。で、あれね、素材聞いたんだけど、なんで書いてるか忘れたけど、なんか繊維なんですけどね、なんか結構複雑なことやってるんですけど、で、あ、それどうやって作るかっていうと、完全に偶然性に任せてるんですよ。なんかね、こう、なんかいろんなものをこう入れて、と枠ですね、だから。枠に、あの、何の枠かわかんないけど、あの、その形のね、丸いね、そう、球体になるようなその枠に、なんかこう、いろんなものを入れて、で、絵の具入れて、ぐっガガガって混ぜるんです。で、固めるんで。で、パカッて外すんです。と、そういう作品なのね。だから、偶然性に完全に任せられた作品なんですね。絵画ですね。ある種の絵画ね。もう一つはね、時計なんですよ。で、時計といってもですね、普通の時計、あれ？また止まったかな？大丈夫か？はい。で、普通の時計、じゃあ、普通の時計っていうのも何か分かんないけどね。あのデジタルじゃないですよ。あのアナログの時計ですよ。で、針がありますよね。針。で、あのね、針だけがあるわけです。針だけね。で、大きさとしてはね、どれくらいかな？ 5 セン
チもないと思うけどな、5センチ弱ぐらいのちっちゃい時計、針だけの時計がね、天井から吊るされてるんですよ。天井から吊るされてるの、あの見えない糸、見えないぐらいの糸ね、あの釣り糸みたいなもんだと思ってください。それがですね、感覚としてはもう無数、感覚としてはね1000個ぐらいのイメージであるんですよ。感覚1000個で、吊るされていて、それがまあ当然ながら5階と6階の両方に同じようにあるわけですね。だから500個ぐらいある、ずつあるみたいな。で時計はまあ同じような時間で動いてるわけですけど、全部は時間が合わせられているわけではないし、あれでもなんかね、ランダムに動いてるように僕見えましたね。あの時計が、時計がランダムに動いてるように見えるんですね。それが約1000個あるということなんです。その2つの作品ですね、つまり偶然性によって描かれた、球体の一部が出てきたような、丸い抽象画、偶然性によって作られた、抽象画と、それから時計なんですね。この2つなんですね。この2つしかないんです。ということはですね、この2つ読みからがやっぱり重要なんだということなんだと思うんですね。つまりですね、単純に言うとですね、やっぱ時計、時間ですね、それ時計合わせられてないですから、でもやっぱこれ止まってんな、止まり止まりなんですね。まあしょうがないですね。でもな、なんでこんなに止まるんだ、ストリーム状態 E になってるんですよ。よくわかんねえな。まあいいや。はい、まあいいや、ちょっと自分の頭を整理するために話しますね、もう。で、何だったっけ。あ、そうそうそう。時間があるけれども、時計、合わせられてない時計があるだけなんです。で、時計をね、作るね、途中、まあ時計はね、それも簡単なシステムで動く時計だからね、その時計っていうのは。作り途中の時計みたいなのがめっちゃいっぱい置いてあるんですよね、机の上にね。そういう状況になってるんですね。ですね、つまりですね、そこにはですね、ランダムな時間があるということです。ランダムな時間。で、これがおかしいですね。ランダムな時間を観測する、ランダムな時間がそこにあるということは、通常我々の世界、空間ではありえないわけです。時間というのは一定に流れてますから。そうじゃないと、この我々の4次元空間というかね、まあ、あらゆる歴史とかね、っていうもの成り立たないはずですよね。じゃあね、そのランダムな時間というものを見ている我々は、ごめんなさいね、ちょっとうまく説明、これ、ね、一個一個ここから論理的に説明していかなきゃいけないので、丁寧にいきますけど、ランダムな時間というものを、我々がですね、見ることができるという場所に行ける可能性は論理的にはあるわけですね。で、どういうことかというと、それはですね、我々が一つ上の次元に行けばいいんですよ。つまり我々4次元に来てますね。3次元空間で、時間が一定に流れている、ね。一つの時間ですね。つまり時間は直線ですよ。時間直線上に流れている。リニアに流れているってことね。の上に空間があって、空間が一つこうあると。まあ、地球とか宇宙みたいなものをイメージしてくれればいいですよ。ね、っていう、時間ですよね。これだから4次元空間。で、じゃあ5次元に行くとどうなるかっていうと、時間が複数あるわけですよ。時間が一つじゃないわけ。複数の時間になるわけですよね。だから SF みたいな話になるけど、まあこれは科学の話ですよ。5次元、ね、11次元まであるっていう話とかあるでしょ。あれと一緒ね。で、あの5次元に行くと、時間っていうものも複数になるわけです。だから3次元空間に直線ってあの無数に引けますよね。と同じように、5次元空間に行くと時間っていうものも、無数に引けるわけです。つまり無数の時間がその、まあ、見えるわけですね。見えるってあれですよ、認識できるということね。
という状況になるわけですね。これは我々が5次元空間に行った時はそういう状態になるんですよ。じゃあね、その時計っていうものね、時計たくさん、飾られている時計というものによって、示されているものが、我々が、5次元に行ったっていうことなのかっていうことなんです。僕はね違うと思うのね。ちなみにねこれね、あのねちょっと関係ないかもしれないけどね、関係あるけどね、喋ると5次元空間の可視化した作品ってインターステラーっていう映画ありますよね。インターステラーの一番最後の方の場面で、あの5次元空間に入り込んじゃうっていう、あのブラックホールに落ちた時に5次元空間に入り込むっていう、そういう描写がありますよね。時間がバーッとこう並んで見えるんですね。という作品、これはね何が食ってんだろうな。まあいいや。はい。で、はい。ですよね。よくあるんですけどね。で、そういう状態を我々見せられているのか。確かにそんな気もしますよね。空間2個は全くコピーされてる。ね。でもね、これね、僕もね、ノートを見ながらやってるからね。その場合ね、時間も空間も複数化されるわけですね。5次元に行くとね、5次元に行くと。だから、あと、空間も、当然だけどね、その1次元下だから4次元の下の3次元ね、っていうものも複数化されてるわけですよね。でもね、もしね、もしよ、でもね、目がやってることは何かっていうと、時間は複数化されてるんだよ。でもね、3次元は統一されてるわけ。そうですよね。5階と6階、全く同じ空間なんですよ。3次元空間は統一されてるんですよ。ただ、その中に走ってる時間が違うんだよ。いいかな。これね、だから、5次元空間と言ってもいいんだけど、その認識としてはね。ただ空間の中にね、複数の時間が走っている。普通は一つの空間、時間があって、みんな同じ時間に生きているとということを共有していない限り、我々ってほとんど何も共有することができないですよ。ですよね。なんだけど、目がやろうとしていることは空間の方のみを共有しておいて、で、時間を複数化するんだよ。でもね、これね、実はね、そういう場所ってね、もともとあるんですよ。空間は一つなんだけれども、複数の時間が走っているところってあるんです。それね、やっぱね、ミュージアムなんですよ。ミュージアムって、まあ、人類のね、人類だけじゃないかもしれない、博物的なね、いろんなものがね、いろんな時間軸を持った物体がね、並べられてるわけですね、一つの空間に。つまりミュージアムの中には複数の時間が走ってるわけです。おそらくね、目がやろうとしたのはそういうことです。だから、時間というものが我々の4の次元にあるんじゃなくて、我々の3の次元のさらにその下にあるものっていうこと。まあ、これをどういうふうに言ってもいいけどね。だから、1234ってあって、縦横高さで時間ってあるわけですよね。で、この 4番目にある、一番上にあるね、この時間っていうものを一番下に持ってくるの。ピコーンって、うまくできないで、これね。で、そうすると3次元が上にあって、時間の層だけが下にあるんですよ。で、そうなると3次元空間の中で時間というものは可変可能なんですよ。
いいですかね、そういう空間として作られるわけですね。それミュージアムですよ。あるいはね、あるいはそれがもう一つはあるのは、まさにね、墓でしょうな。墓。だからね、やっぱいいんですよ、アドルノ。ね、ミュージアムっていうのとね、墓という、言葉、墳墓っていう意味だけど、似てる。っていうことで、ミュージアムはもうね、死んだものを集めた場所で、要するに、厳然性っていうかな、全く同じ時間に我々がその、同じものを共有するっていうことを不可能にしている場所だっていうふうに言ったわけですね。で、そのこと自体を、目は、5回と6回を共通させることによって可視化させ、そしてそれをおそらくポジティブに読み替えようとしてるっていうことですね。で、さらに、なんでそういうアイデアがね、彼らが出てきたかっていうと、それはやっぱり、彼テキストで書いてる、あるけれども、チバニアンってありますね、チバニア。新たな地層が出てきて、その年代のことを千葉での地層が出てきたからね、なんか千葉ニアンっていう、時代ですよね、白亜紀とかなんかそういうやつ。白亜紀とかはさすがに古すぎるか、もうちょっと後だけど、千葉ニアンっていう地層の名前ね、が、つけるかつけないかっていうのがね、最近話題になったじゃないけど、前ちょっと話題になりましたよね。そこから得たものということです。どうです？私さっき言ったことと一緒じゃないですか。我々3次元の空間にいますよね。3次元。その下にあるものって何ですか？これ地面の下なんですよ。地面の下掘ったら何があるんですかっていうことです。複数の時間が走ってるんですね。僕はそういうところからアイデアをね、彼らは得たんだと思う。これはね、すごい面白いことだと思いますよ。つまりね、僕が思ったのはね、これね、全然考えたことなかったけれども、ただ僕、科学とかね、は好きだからね、SF はあんま読まないんだけどね、僕のと、っていうか、アーティストって SF 好きな人結構多いんだけど、僕はね、SF はそんなに読まないんだけど、科学は好きだからね、あれなんだけど、1、2、3、4、5、6、7、8っていうふうに、ナンバーを数えていきますよね。で、1次元、2次元、3次元、4次元ってだんだん増えていくっていう、こういう考え方ですよね。つまりだんだんこうディメンションが上昇していく、上に行って、上に行ったら下のものが観測できるということですね。下のものを自由にいじることができるようになるということですよ。つまり直線があって、直線、の次に、2次元になると、まあ、紙になるとしましょうね。紙、平面。平面になったら、その上に直線いくらでも書けるじゃないですか。ね。だから直線は自由に可変可能になるということですね。変化させることが可能になるということですよね。っていうふうに、1、2、3、4というふうに考えてて、その順番でだんだんこう上昇していくっていうふうに考えてるんだけどね、時間っていうものをね、引きずり下ろすの。下に、1次元にガーンと。あれ1次元の下にね、マイナスかもしれない。ドンと引きずり下ろすの。っていう思考実験だと思うね。これはね、わからん。どうなるかわからないけど、なんか考えてみたら面白いよね。確かにね、ミュージアムっていうのはね、そういう場所かもしれないんですよね。次元を引き下ろす場所であるというミュージアムの定義というのはあり得るような気がしますね。あ、ごめんなさい。時間、4次元を0次元、マイナス次元に引き下ろす、何？場所？というふうに考えることもできるのかもしれないななんていうことを思ったということですね。はい。なんかね、ネットの状況が良くなかったということがあってですね、すいません。多分なんかまだ悪いのかもしれないですけどね、ごめんなさい。ちょっとね、これはですね、改善というか、いいもの、ちゃんとしたものを一応録画しているので、多分それをあげると思いますので、もし興味のある方はそれも見ていただければと思います。ただ、これももう今日は続けちゃいますね。はい。じゃあ次行きましょう。次はですね、熊谷さん行きましょうか。熊谷ありさ。ちょっと待ってくださいね。ちょっと一回変えますね。
熊谷さんって僕すごいいい作家だと思うんだよな。あんまりみんな評価しないけど、みんな好きだと思うんだけどな、本当は。そんなことないのかな。評価しないっていうか、あんまり聞かないですけどね。なんていうかな、具象を書いてるからですか？あんまり言及されないのは。ちょっと理由があまりよくわからないですけどね。これね、どこから行こうかな。ちょっとね、熊谷さんのウェブサイト、ウェブサイト見ましょう。これはなんかな、何かが、どれかが食ってんだな。何が食ってるのこれ。どれか、どこかの、どの、僕いっぱいね、今ね、ブラウザを開けてるんですね。ブラウザのウィンドウを開けてて、それのどこかが多分何かを食ってるんで、食ってるんだと思うんですよね。ただどのサイトかわかんないな。これかな、マムスクリーンかな。その可能性あるな。これ消しちゃおう。で、全然出てこないな。熊谷有沙さんってね、具象の作家です。こっちから行きましょうか。でね、こっちよりもな、本当はな、もともとのこのテキストの方から見せたいんだけどな。もう、はい、出てきた。出てきましたね。で、これね、レジャークラスっていうテキストをね、彼女自身が書いていて、ウェブサイトです。熊谷さんのウェブサイトなんですが、ちょっと読んでみますね。読みますね。生まれ育った町は遊郭街の一つである。家業はイタリアンハイファッションの専門ブティックであり、遊郭の真裏にある。ハイブランドに囲まれ華やかであることが世界の中心であるとまさしく叩き込まれて育った。生まれたのは1991年。日本のバブル経済が崩壊の兆しを見せたちょうどその時だった。私の肌は覚えている世界の華やかさを、その恐ろしく急激な終わりを、富と貧困、生と死が常に顕示欲求につながれ、隣り合わせになることを知っていた。遠くその中心を眺めようとすると、時折得意点として現れる異形のエネルギーを感じていた。その異形は人の形を持ち、余剰という名をしている。私の大きなテーマとして存在するレジャークラスという言葉は、アメリカの経済学者、社会学者であるソースティン・ベブレンの著作、勇敢階級の理論の中で定義されたもので、極めて高価な商品を社会的威厳を示すために消費する人々を指す。富、貧困、生、死、顕示欲求、それら全ては余剰が生む人間の普遍的なサイクル。それは私の家族の深い根底にあるものではなかったか。あらゆる世界の縮図をはらんでいるのではなかったか。私は私の信仰を信じている。私の信仰は余剰だけがなせるものを信じるということだ。しかし同時にそれが深淵のように暗く切ないことを知っている。富、貧困、生、死、顕示欲求、承認欲求、憎しみ、愛、ね、テキストもいいと思いますよね。これやっぱ英語ちょっと変えてんな。一番最後のあれですね。Death-like void。死んだようなボイド。死のようなボイド。なんて空虚。死のような空虚。Death-like void ってどういうことだろうな。すげえ言葉使ってんな。まあこういう人ですね。で、ですね。多分飛び出しんちなんだと思うんですけど、大阪の。なんかこれそれはなんか書いてあったような気がするんだよな、確か。どっかに書いてあったような気がしますけど、飛びたのはずですよ。飛びたって行ったことありますか？すっごいですよね、飛びたって。で、飛びたの人たちね、を書いたんですね。描いた作品でデビューというか、これが終了作制作とかだったのかな。ちょっとこれ時間かかるかい、あれですけどね。こういうふうにして見ていきましょうか。はい。こういうなんか、なんていうの、まあまあ、リアリズムなんだけどね、なんていうのかな、スーパーリアルとシュールレアルの間みたいなね、なんかね、そういう絵ですよね。現実
リアリズムですよ。の作家なんですよ。だから、つまりこう、なんていうかな、ここのお客さんなのか、何かわかんないけどね、その家の近くにいるような人たちをね、描いてるわけですよね。このシャツとこの、なんていうかな、このシワの感じとか、多分本当にこうなんでしょうね。いらっしゃる感じするじゃないですか、こういう人ね。この手とかいいなぁ。なんていうの、こう、ハッてなものつけてるんだけど、水仕事してて疲れてるとかね。すごいね。まあまあまあ、こういうのでデビューした人ですね。2016年の作品ですね、これは。25か。だから彼女が25の時書いたってことですね。すごいと思うけどね。はい。で、古典ですね。古典が、をやったんですね。シングルベッドっていうね。で、これですね。ちょっとね、このテキストを読みましょうかね。作品ごとにテキストがあるんですね。なので、ちょっと読みますね、これね。読めるかな、俺、これ。これ読めないじゃん。ダメだ。じゃあ、携帯で見ながら読みますね、僕。携帯はね、あれなんです。4G につながってるので、読めるんです。ちょっと待ってくださいよ。熊谷さん。なんていうかな。これ、ちゃんと話をしないと分かりにくいので。花の絵ですよね、花の絵。この構図もいいですね。ものすごい、かなり縦長のね、絵のね。ですけどね。はい、熊谷有紗。でも僕ね、この熊谷さんって会ったことないんだよね。彼女全然顔写真とかも出してないから分かんない。どういう人なのか全然分かんないんだけどね。こういうことです。ちょっと読みますよ。父が孤独死した。冬を越え、春になってしまった地元の新聞にも載った。それが父であるか判別するのに2ヶ月かかった。彼はまだ50代だった。葬式もなかった。その後彼の実家に直接行ったのは私一人で、母は大きな花束だけ彼に手向けた。最近のお供え花はそれとは思えないほど華やかで綺麗だ。あれからもうずっと母が手向けた美しい花のことを考える。どうしようもなく人を愛してしまうことも、憎んでしまうことも、気が狂いそうなほどの寂しさも、手放しがたい孤独も、眠ることは小さな死だという。私は今日も自分のシングルベッドで眠る。ね、だから彼女はだからお父さんとお母さん離婚されてるわけですよね。で、まあそういうことですね。で、もうちょっと行きましょうか。で、僕はね、まあいいや、これちょっと後から、まあやっぱ見ていきましょうね。見てから行きましょうね。はい。これはちょっと光が飛んでるからこっちに行きますね。はい。行きましょう。この作品についてのテキストです。彼が子供たちのために買ったものだから、マイケル・ジョーダンの子供靴だけが大きな段ボール箱1つ、段ボール箱1箱分にみっちり詰められていた。私は10歳ほどでまだ父と暮らしていたが、蓋をしたようにほとんどの記憶がない。場所を取るようになったから2019年ですね。それは彼女たちが離婚して20年、彼が亡くなって2年目のことだ。ね。捨てたのかな？わかんないけどね。だからお父さんがね、彼女のはだから父と、過ごした記憶みたいなのほとんどないわけでしょ。なんだけどお父さんはその子供たちに、自分の娘ではないね、子供たちに冗談ね。これ冗談1ですか？じゃないね。これね。これいいやつね。冗談7だな、多分。違う？ 詳しい人だったらこれ冗談7じゃないかなと思いますけどね。僕らもその世代ですからね。ですね。はい。で、今度はこれですね。はい。じゃこれいきましょうか。あ、これだけじゃないんだけど。
あ、ちょっと待ってくださいね。どれから読めばいいのかな。ですね、次ですね。ベイビーベッド。あなた目を覚まして、あら、私の旦那さんはどうして来てないの？このお葬式が終わったら、私は早く家に帰らなきゃ。旦那さんが出かける予定にしているの。ああ、どうしてなの？私も死んでしまいたい。あのね、旦那さんのひげは私がいつも剃ってあげてる。旦那さんは私を本当に可愛がってくれてるの。ここまで鍵括弧です。鍵括弧終わりで、祖母はもう私の顔もわからない。どれが祖母なんだろう。わかんないけど。これなのかな。他かもしれないです。後からまた見ましょうね。The Entombment ってどういうことなのかわかんないですけど、母は大阪でブティックの店長をしている。12月24日、彼女は一人で離婚届を出しに行った。ね、ごめんなさい、離婚してなかったんですね。だから多分、そうですよね。だから多分あれですよね、未亡人にならないってことですよね。離婚状態にするってことですよね。だからそれまで結婚してたのかな、わかんないんだけどね。だからなんか複雑なんだよね、そこ。でもクリスマスにってことですよ。はい、最後、レジャークラス。イタリアンハイファッションとイミテーションジュエリーを扱っている。季節に合わせて装飾を変える。クリスマスイブには大きなクリスマス、ツリーを飾る。ね。というテキスト。全部ね。はい。じゃあ、ちょっと先見ましょう。ちょっとずつ見ていきましょう。あと、この革ジャンですね。で、髪をこう結っている最中ですね。で、特徴的なのは、やっぱり彼女は全部、後ろ、黒ですよね。背景が真っ黒。で、ちょっと構造ずらすっていうことを最近っていうか、まあ今年の作品だけど、まあ、やってたっていうことですね。で、これね、どうやって作品作ってるの？作品っていうか、元の、なんていうかな、何を見ながら描いてるのかわからないんだけど、どっかからこう照明がね、パチンって当たったような、光の当たり方なんだけど、おそらく科学的にはこれありえないですよね。そういうような当たり方をしているような気がするので、相当手は入れているんだと思うんですけれどね。まあ、なんていうかな、オイルがいっぱいでツルツルです。結構ツルツル。まあ、ツルツルじゃないですけどね、結構ツルツルね。はい。で、なんかね、物みたいな感じですね。本当にその物自体を描きたいっていう感じですよね。人とかなんか生きているっていう感じじゃないんだよな。物自体を描くっていう。そこに到達するっていうことを求めてる人ですよね。これも花の作品ですね。で、まあこれ。ね、これはね、わかんないですよ。わからないですけど、これはおばあちゃんでしょうかね。これがおばあちゃんなんでしょうかね。誰かの手を握ってますからね。多分自分の手を握ってるんですかね。このなんかの指輪とかがね、いいですよね。で、なんか疲れてるんだけど美しいってなんだよな。これもエアジョーダンですね。これはまた別の人なのかな。お父さんの写真だったのかもしれないんだけどね。まあ、旧作出したのかもしれないけど。はい。じゃあちょっと。して、この辺もこういう感じで作品をこういう感じでしょうか。見ながら、僕昨日ね、絵画については話してないかだけど、あれやっぱりまた妖怪戦になってるけど、まあいいか、気にせずやろう。あ、やべ、あれ見せちゃったな。ごめん。まあいいや。こういうふうに考えるんですね、僕は。
彼女の作品は極めて社会的な作品ですよね。だから、昨今の流れで言うとですね、自分がその飛田の隣でね、育ったということはね、ごめんなさい、飛田じゃなかったらごめんなさいね。一応ちょっとごめんなさい、飛田ということにして話しますね。で、隣で育って、育ったということはね、やっぱりね、もうちょっとね、プロジェクト系のアートに行くか、もしくはリサーチ系の作品に行くか、自分のアイデンティティを使ってね、っていう方向に行く作家が多いと思うんですよ。というか、そういう手法の方が今の流行りなんですよね。なんだけどね、彼女はその手法を取らないわけですよね。絵に描くっていう手法を取ってるので。で、僕はね、そこに、彼女の作品には、絵画の必然性があると思いますね。だからね、人間がね、根源的にね、絵画でしか表現できないものというものが、あるんですよ。それを彼女は表現できていると思います。彼女は、というかね、まあ、考えてみましょう。こう、逆に考えてみればいいよ。この熊谷さんがですね、自分のお父さんとかお母さんとかにね、インタビューするとかね、お葬式を映像に撮るとかね、そういう作品って成り立つと思うのね。十分成り立つと思うのね。なんだけど、きっと回、この、あ、なんていうかな、なんだけど、そうすると、僕たちは彼女に同情するんじゃないかな。彼女というじゃないかもしれないけども、彼女のお父さんとかお母さんとか、あるいは飛田で働いたりとか、飛田で、なんていうかな、飛田ってすぐあれですよね、あの隣に、何でしたっけ、あそこ、何地区っていうんでしたっけ、あれですよね、名前忘れちゃった、アイリン地区みたいなのがあるんですよね、あるんですよね、隣なんですよ、本当に隣なんですよ、道を挟んでね、ですよね。だから同情したりしちゃうと思うんですよ、僕。でも、それは彼女の生い立ちがそうさせてるんだと思うけど、それ言ってるけどね、彼女が興味があるのはレジャークラスなんだっていうふうに言ってるからね。で、だから彼女はそういうふうに同情される、同情されることも同情することも暴力であるということをよく分かっている人だと思う。じゃあその時に、でもそれでも悪あの表現をしなければ、せしないと生きてなきゃいけないというかね、という表現をするということになった時ね、に選ばれた手法が絵画だったっていうことですよね。そしてこういう表現になってるってことですよね。これ僕ね、やっぱすごく自然なことだと思うんですよね。それによって我々鑑賞者に届くものっていうものはより複雑になってますよね。だから僕はこれを一つのね、彼女の絵画はね、ジャンルをやっぱり横断してるような気がするな。生物画でもあるんだけどもね、レジャークラスっていうこともの自体がね、ベブレンね、最近あれですね、文庫版でまた出ましたけどね、勇敢階級の、なんだっけ、誕生でしたっけ、勇敢階級の名前忘れちゃった、まあいいや、ね、ベブレンの本ね 適当は、はい。で、
だからレジャークラスにいることによってね、彼女がね、ある意味で自分たちがレジャークラスにいるということの負い目も感じるけれども、その暗さっていうものも同時に見たということですね。つまりそこにはですね、レジャークラスっていうものは歴史的にこの民主主義が誕生して、そして自由資本主義っていうものができて初めて生まれたものですから、大量生産とかね、これベブリン読んでいただければいいですけど、フォードの話とかも出てますね。で、フォーディズムね。その中で生まれたものですから、余暇っていうものを自由に使いながらということですね。つまり、レジャークラスというものは歴史的な概念なんです。したがって、彼女が描いているものは歴史画でもあるわけですね。生物画でもあるし、歴史画でもあるのね。そして当然ながら人物画でもありますよね。で、リアリズムでありながらね、シュールレアリズムでもある。で、多分写真にも答え、なんか写真使ってる気がするけどね、この作品。ですよね。だからね、一番なんかね、僕ね、感覚的に彼女の作品が似てるとが、誰の、どの作品と似てるって思うかっていうと、メイプルソープと似てると思うんだよな、僕。なんかね、ものすごく強い光を当てたっていう感じがするんですよ。メイプルソープってすごい強い照明とかあったりとか、まあいろんな撮り方してるけど、すごい強い照明ってたりするでしょ。後ろがもう暗く見えるぐらいの照明を当てたりするでしょ。で、物体にね、被写体にね、影が消えるぐらいのね、そういうなんかね、絵画っていう感じがしますよね。で、それはまさにレジャークラスの光なんでしょうね。だと思いますね。だから僕は、これもね、一つの政治的な作品だと思うしね。だから僕、ちょっと換気の話しようかな。じゃあ、小谷さんはちょっと話はね、短く終わると思うからね。さっきね、津田大介さんとね、津田さんがなんかあれだったんだよな。水間ギャラリーの水間さんね。水間ギャラリーの水間さんが、そうそう、津田さんがそもそも最初に、すごい、アイスロヤンネいっぱい入りましたっていうツイート、すごい入ったんだっていうツイートをしたら、それに対して、水間さんが、過去の入場者数が過去最高だったとか、言ってるのは、アイトリのディレクターの態度は片腹いたしと。違和感満載。比較数も無意味だと。最初から確信犯的に狙った表現の不自由での中止とその騒動を派手に報道したメディアの力による動員で結果炎上商法的だなと。それにまた、布施先生ですね、布施秀人さんが、素人がやったらああなるんだっていうね、いうことですね。で、それに対して津田さんが、それこそ素人でない美術批評を、なりわいにしている人が、自分の目で見ていない、展覧会について一方的にマスコミとネットの情報だけで断じるって批評家としてもっともやっていけないことだと思いますが、と言いつつ、美術業界が感じ悪いのはこれまで、この2年間経験してきたことが凝縮されたように感じたけど、笑顔で話しかけながら評価する。でも堂々と言ってる時点でまだいいんじゃないかみたいな話かな。でもなんかあれだな。これ言ってるのは津田大介さん言ってますね。美術業界が感じ悪いのはこれまでもこれからも変わらないだろうし、それでいいとも思うけど、そういう業界の人が言う公共性とか文化って一体何なんだろうなとは思いますね。
まあ津田さんこういうこと言わない方がいいよね。いや感じ悪いと思います。感じ悪いっていうか、そんなこと言ったらね、隣の芝は青く見えることもあるし、隣の芝はさ茶色く見えることもあるよね。いやもうマジそれはそういうもんですよね。だから美術業界はもちろん独特の業界だとは思うけど、いいとこもたくさんありますよ。少なくとも僕美術はみんな好きだ、本当に好きなんだと思いますよ。見る目ねえなとか思うことあるけど、でも僕はやっぱり美術が好きだっていうことは、好きな人はいいです、それで。まあ、好きじゃない人もたまにいて、すっげえそういうのは本当に大嫌いだけど、僕そういう人は。美術が好きな人が多数ですから、僕そういう業界ってなかなかないと思うからいいと思うんだけどな。たまには美術界を擁護する、こともね、言おうかなと思いますけど。でもまあ、僕が言いたかったのはね、やっぱり、津田さんが政治的な作品をね選んできた時にね、僕だったら熊谷さんみたいな作家入れるけどな、やっぱ深いですよ、こっちの方が。直接的な作家が多かったでしょ今回で。あれが悪いとは言えないですよ。僕はすごい、タニア・ブロゲラとか大好きでしたよ。メンソールって目が痛くなるやつね。あれってもう超好みだけど、僕すっごい好みの作家だけど、でもやっぱりね、熊谷さんみたいなのも絶対必要だと思う。なんていうかな、タニアのやつってさ、うわーっつってなって、あーっつってなんか結構大騒ぎしながら見れるんだけど、これ大騒ぎしながら見れないじゃん。でね、やっぱこの緩急っていうかな、やっぱ美術の幅っていうのはね、こういうところにありますよね。でやっぱ谷谷は残るけど、でもやっぱ熊谷さんは残ると思うけどな、続ければね。このあとどういうふうに続けていくのか分かんないけど、ただそのテーマが自分の家族とかっていうことじゃなくて、レジャークラスっていうところに一応設定できているので、続けられるんじゃないかなと思いますね。あとやっぱ小柳さん、ギャラリー小柳がついてるからね。だからギャラリー小柳ついてもう高くなっちゃったから、もうね、難しいですよね。買えないですよね。小柳さんはもう当然ね、値段は価格は下げることはしないですからね。もうかなりいい値段ですからね。ちょっともう買えないですけどね、僕なんかは。でも欲しいですね、ほんと欲しいけどな。めちゃくちゃかっこいいと思うんですけどね、こういう作品ね。誰が買ってるんだろうな、小柳さんのところのお客さんが買ってるんでしょうね。まあコレクターとしても欲しい作品です、こういう作品はね。はい、そんなところで、じゃあラストいきましょう。ラストはですね、ちょっと意外性で、というかどうなんですかね、あんまり僕あれでしょ、僕結構ね普通なんですよ、趣味がなんだそれはって感じですけどね。だから、あれよ、だから一緒にやってる作家たちの作品って好きなんですよ、もちろん。ただやっぱりそれって自分と一緒に作っていくっていう気持ちがあるから、今回ちょっと選んでない。それをまたね、違う形でちゃんと評価していかなきゃいけないっていう感じがするんですよね。だから年間ベスト3みたいな感じで言うと、あんまり僕が直接コミットしていないものを選んでるっていうことですね。だから外の目から見てベスト3ってでもそういうもんでしょ。これがベスト3ですよって言って自分の入れるのってなんかおかしいじゃんだから今回高田冬彦を入れてるけど、で、高田君はでも別に関わってはないんだけどね、僕だけど、なんかちょっとすごい近い感じがするので、ちょっと特別賞にしちゃいました。本当はナンバーワンって言ってもいいんだけど、いいや。はい、じゃあ行きましょう。小田井元彦さんですね。小田井元彦さんねの展覧会名アノーマリーっていうギャラリーですよね。じゃあアノーマリーの話からしよっか。アノーマリーねアノマリーねっていうのは、ギャラリーが新たにできました。ただ新たにできたと言いつつ、古いギャラリーでもあるということですよね。どういうことかと言いますと、山本家、これ今年の実は愛知トリエンナーレ、愛知トリエンナーレやっぱ大きい影響残る、今後っていうかもう今ね影響出てますよ。明らかに悪い影響が出てますよ。僕は悪いと思いますよ、あれも。
強くないと思うんですけどね。まあいいや。うん、ただまあ展覧会は面白い、作品は面白い作品いっぱいありましたよ。で、なんだっけ。そうね。で、日本のギャラリーじゃねえや、美術業界の中でも結構ビッグニュースの一つだったんじゃないかと思うんだけど、山本現代というギャラリーと、浦野っていうギャラリーですね、元新たに浦野が浦野になって、たわけですけど、というギャラリーが合併してアノーマリーっていうギャラリーができたということですよね。あれってなんていう場所になるの？なんていう場所になるんですか、あそこ。あの寺田倉庫があるところね。寺田倉庫のビルですね。ビルっていうか倉庫だな。の中に、で合併したっていう。で、かつ、アノマリーの初、一発目の展示がチンポムだった。つまりこれどういうことかというとですね、チンポムが所属しているのは無人島プロダクションですね。正式な所属は。もともと。は。ですけど、もともとは無人島プロダクションで藤木理香さんっていう女性の、これもギャラリスト、浦野さんも女性、山本現代山本さんも女性、この3人の女性ですね。でほとんど同年代だと思うんですけどね。 でこの3人のギャラリーがくっついたっていうことですね。で、まあ無人島も場所変わりましたしね。そういえば全然いけてない、ごめんなさい。なんかちょっといけてないんですよね。なんかねタイミング逃していけてないんですけどね。行かなきゃいけないな。でまあ、あの山本現代とアノマリ、あの山本現代と浦野がくっついたっていうことは、これね、僕の、僕からするとすごいショックでしたね。これすごい悪い意味でね。だってやっぱ我々の世代っていうかね、だからちょ、ね、年、ね、年齢はどれぐらい上なのか分からないけど、10ぐらい上なのかな、あの人たち。だから40代だとは、40代半ばぐらいなのかな、の人たちで、僕がだから20代とかでね、東京に来てね、見始めた時に、みんなちゃんとの修行された方ですね、修行して、独立した。ギャラリストたちで、マーケットがまあ日本はある程度良かったので、その当時は2000年代前半0年代ね、その時にもうブイブイ若い作家をですね売りまくってたギャラリーですよ。まあ無人島は売りまくってたっていうのとはちょっと違う感じだったかもしれないけど、新谷浦野ね、まだ新谷さんがいた時ね、新谷浦野、それから無人島プロダクション、山本現代ね、でもうそこに入りたいっていうね、アーティストたくさんいたし、そういうギャラリーだったわけですよね。でそのギャラリーが一緒になっちゃったと。こう切磋琢磨しながらですね、日本のアート界を作っていってほしかったんですけど、もう要するに2つ一緒になっちゃったら、これ以上アーティストも増えることないし、なんていうかな、あ、新たな、これで新たなチャレンジが始まるっていう感じしないでしょ。チンポム、まあ、チンポムがチャレンジしてないっていうわけじゃないよ。だけどチンポムの展示で始めるっていうことは、別にそんなにチャレンジしたっていう感じしないわけですね、僕としてはね。だからそのビジネス的に新しいモデルを作るとかっていう考えがあるのかないのかちょっと分かんないんですけど、なんかふわっとしてるんですよね。なんかふわっとした感じで一緒になっちゃったって感じがあって、でやっぱりギャラリーって基本的には僕個人の名前をつけるものだと思っているので、だからギャラリストでを信頼して買うっていうこともあるしね。まあ僕の古い考えかもしれない、古いっていうか本当に古いですよね、近代的な考え方かもしれないけど、でもそういうものとしてあるはずなんだけど、うん、まさにね、アノーマリーですからね、になっちゃったっていうのはね、どうなのかなと思いますけど、でもまあ、 展示はいいのをしてると思うので、でもなんか面白いもの見せていただけることをね、僕が楽しみにしてますけどね。はい、で、小谷元彦さんですね。でね、小谷さんはね、なんで僕入れたかっていうとね、じゃあまあ展示会行きましょうかね。小谷さんがですね、
2017年ですね、こう書いてありましたね。2017年に心筋梗塞で倒れちゃったんですね。で、デビュー「ファントムリム」の時から、まあいいか、これは。で、ファントムリムっていうんだけど、ファントムリムって言って、僕、ファントムリムっていうもの自体に、ファントムリムって知ってますかね？手とかを切断した人いるじゃないですか、手とか切断する。そうすると、手はなくなったんだけど、手の痛みだけが残るんですよね。あるような感覚になるんですよね、ここはね。そういうの、それファントムリムっていうんですけど。でも僕、小谷さん、ファントムリムの写真は好きですよ。女の子がこうやって寝っ転がってて、髪の長いね、女の子が白い服着てて、で、ここのに血がついてるので、ピッて。これは何の血か分かんないけどね、キリストのあの卓球の血かもしれないし、あるいはその、何？月経の血かもしれないけどね、生理の血ね、かもしれないけどね。でもね、単にあれは少女趣味でしょ、あれ。フェチ全開でしょ。でも僕、それがいいと思うけどね。そういうのは、あれは良かったと思うんですね。で、かつ、で、その前に言わなきゃいけないんですけど、森美術館で小谷元彦さん、個展されたんですね。で、もしかしたら30代だったのかな？ぐらいで個展されてるわけですよ、小谷さんって。だから、すっごい早く売れた人なんですよね。でも本当にヒーローみたいで、ちょっと上の、僕より上の世代の人から言うと、まあ、名和さんと、まあでも、金内さんかな？金内哲平さん、名和晃平、金内哲平、小谷元彦、この辺のなんかこう、イケメンの人たちっていうかな。まあ、顔もかっこいいですよね、みんなね。スタイルもかっこいい。で、そういう人たちが、まあ、ヒーローみたいな感じでいるわけですけども、僕、まあ、金藤さんの横浜美術館での展示もそうでもなかったけ、あんまりいいとは思わなかったけど、小谷さんの森美術館での展示のこけ方っていうか、です。もう、大こけだったと思うんですよね。歴史上稀に見る大こけだったと思うんですよ。で、なんかドクロがね、でかいドクロがね、なんかぐるぐる回ってたりとかね。まあ、新作も出してた、そういう、それが新作だったりとかしてね。全然良くなかったんですよね。で、その、あん、もう、小谷元彦終わったなって僕は思ってたんですよ。あ、で、僕ね、小谷さんの時、でもね、一番好きな作品ね、初めにイボみたいなの作ってたじゃないですか。イボ。なんか壁にかけるんだけど、なんか、皮膚が、のイ、イボが固まったみたいなね、イボがいっぱいあるみたいな、めちゃくちゃ気持ち悪い、なんか、彫刻作ってたんですよ。で、それ僕好きだったんだけど、それからもう全然ダメになっちゃったなと思ったんですよ。で、早く評価しすぎたのなと思って、ああもう終わりなのかなと思ってたの。なんだけどね、今回の展示って完全に復活しましたね。で、僕これすげえなと思ったんですよ。あ、やっぱアーティストって続けてたら復活することがあるんだなと思ったのね。だから僕これナンバーベスト3に入れたんです。で、これはね、良かったですよ。これね、言えることはたくさんあるんだけどね、まあこれも自分がね、まあ、車椅子に乗ってた時のね、イメージで、まあ、ディスプレイ見てたりとかね、体が、まあ、角が生えちゃったりとかして、で、まあ、植物と一緒になってたりとかね、これ花、お花みたいになってましたりとかね、で、銀色なんだけどね。で、これはね、なんかね、虫みたいなの見てるんじゃなかったかな、確かね。あ、そうそう、ゴキブリか。これいいですよね、これね。これいいですよ。これもゴキブリが入ってるのかな。でね、これね、でね、コンセプトとして面白い、コンセプトっていうか面白いなと思ったのは、電話なんですよ、電話。これはね、多分ステートメントみたいなんで書いてあったと思うんだけどね。心筋梗塞に倒れた時ね、電話で救急車呼んだのか、友達に電話したかなんかでね、それで助かったと。電話っていうのがライフラインなんだってことなんですよ。これはね、僕ね、なん、な、ネットワークっていうかね、電話によってつながっているということが、
我々のライフを延命させるものとして成り立っているんですよ。ただねだから電話をねモチーフにしてるんだけど、ただね同時にね、小谷さんこれこういう作品を作っててね、こういうところはねすごいないいなと思うんですけどね、お猿さんがね電話してるんですよ。お猿さんが、あ、チンパンジーですね、がお互いに電話してるんですよ。でもね全然通じは合わないわけで、なんかあくびとかしちゃって、でいきなり切る。でこれってすっごい人間でもあるわけですよ。つまりね、電話によるねコミュニケーションってね、見えないしね、人は声でしか見えない、声しか聞こえないからね電話は。しかもあの古いこれ電話だから、フェイスタイムとかないから、でやり取りをしていて、コミュニケーション成り立たないんですよ。つまり我々は電話によってコミュニケーション不全、コミュニケーションが不可能であることを認識し続けるっているわけですね。それはネットでもそうですよね。我々が持っているスマートフォン、スマートな電話もコミュニケーションがの不可能性を常に皆さん感じていないですか？今どうですか？スマートフォンがあることによってすごいいろんな人と分かり合えるようになった、嬉しいなと完全に生きることは難しいと思いますね。いろんな人と知り合うことができるようになったのは確かだし、ポジティブな側面はたくさんあるけれども、ネガティブな側面もたくさんありますよね。ところがね、電話っていうものはね、ライフ、我々のね生命にとってはね、これは文字通りライフラインなんだよね。生命を延命させる装置として機能するんですよ。このアイロニーはね、僕すごくいいと思いましたね。うん。で、この映像なんかもちょっと今は思ったけどね、2001年宇宙の旅みたいだね。電話を投げ捨てるところから始まるっていうのかな。わかんないけど。まあでもまあちょっとね、本当もうちょっと考えなきゃ、考えた方がいいんだけどな。この作品もね。うん。でも誰か他の人が考えてくれると思って、ちょっと小谷さんは僕の担当じゃないだろうみたいなね気持ちがあったりしてね、あんまりねあれなんですけどね。これもすごいですよね。クライミングしてるんだけどね、いいと思うな。やっぱ上手いんですよね、もともと上手い作家だからな。うん、やっぱいいな。で、そうそう。でね、アノーマリーってこうやって、これ見てもらったら分かりますけど、打ちっぱなしじゃないですか。だからね、この空間って、めちゃくちゃ展示しにくいですよね。で、この空間に合ってた。だから、アノーマリーっていう、ギャラリーを、にすごく合った展示になったと思いますね。これもしね、ホワイトキューブだったらそんなにいいと思わないかもしれない。うん、コンクリート打ちっぱなしだから良かったんだと思うな。そういう意味でもね、展示として素晴らしかったと思いますね。で、展示する能力もやっぱりいろんな経験を積んで、すごくこんな上から目線で言うことではないけども良くなってると思うし、これから小谷さんはやっぱりまだまだ面白くなるんじゃないかなという気がまたしましたね。でもこのぐらいの人体ぐらいのサイズの、作品が向いてるんじゃないですかね、小谷さんってね。はい、まあそんなところです。はい、まあ、最後ですね、高田くんいきましょう。最後はね、本当はね、高田くんね1位に入れてもよかったんですよ。ただね、高田くんはね本当にね、僕はなんかね、なんていうかな、ちょっとねすっごい近い感じが感覚的にねするから、なんていうかな、ベストってね言いにくかったのね。ただすごい、それはもう重要ですよね。森美術館でできたのはすっごい大きいし、海外での展示も結構呼ばれてるみたいだから、どん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 有名になってほしいなと思いますね。世界を驚かせてほしいですね、高田君には。驚くと思いますよ、こんなやついるのかってね。で、彼は作品もたくさんもうすでにあるから十分
個展ができるわけですよね。で、ちょっと作品についてはですね、いろいろ、まあ、彼映像もいっぱい、映像作家なので、あんまり、見せることができないから、説明しなきゃいけないからね、そんなに長く話しできないから、ちょっと別の角度から話してみるとですね、僕がですね、初めて高田冬彦っていう、人間と会ったのはですね、あ、人間というような作品と会ったのではですね、これはいつか分かんないんですけど、まあ、調べたら分かるけどね、ターナーギャラリーです。ターナーってありますね、絵の具屋さんのターナーですね、のギャラリー持たれてますよね。西武線のどっかね、にギャラリーがあって、で、今もでもやっててますけど、3回ぐらいあるんだかな、だったかな、だからかなり広大なスペースですよね。で、若い、もう本当に高田君20ぐらいだったんじゃないかと思うんだけど、で、展示をしてた、ですね、グループ展です。で、まあ、なんていうかな、僕もその時もうとにかく展示見まくるみたいな時期だったから、たまたま行ったんですよね。で、たまたまターナーギャラリーに行くっていうね、のもすごいですけどね。たまたま、まあ行きましてね。そこで初めて見たのがですね、エライシプロジェクトでした。で、エライシプロジェクトっていうのはどういうプロジェクトかと言いますと、たまたま、どっかに行った時にですね、いい感じの石を拾ったと。結構でかいんですよ。20センチぐらいあるのかな？でかいですよ。20センチぐらいあるでかい石ね。いい石を拾ったからって言って、それをね、拾ったその日の帰り道で、いきなり、思いついてね、池袋で、こう、パフォーマンスをするんですね。それどういうパフォーマンスかっていうと、高田君がね、紐につながれててね、なんていうの、こう縛られてるんですよ、SM みたいな。で、その石をくるくるくるこうアイブするように、ぐーっとこう、なんか石と戯れる っていう映像。で、さらにその後に、石をね、石にですね、生にこう巻きつけるんですよ、綺麗にペタペタペタって。ね、ペタ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 貼ってですね、生肉、薄い生肉ね、スライスされた、それを貼って、で、それをですね、ですね、森ですね、森の中に吊るすんですね。そうすると肉ですから腐ってきますよね。そこにですね、もう大量のウジ虫が湧いてくるんですよ。で、ウジ虫がうじゃうじゃいるの、めちゃくちゃ気持ち悪いんです。で、最後には枯れて、で、何もなくなるの、石に戻るの。つまり、石にね、偉い石にね、その、たくさんいろんな経験をさせ続けるっていうプロジェクトなんです。で、それがですね、ターナーのね、ちょっとね、奥まった部屋を暗室にしててね、で、真ん中に、その偉い石が置かれててね、そう、スポットでパッと照らされてるわけです。で、その向こうに映像がプロジェクションされてるのね。で、僕ね、その作品見た時にね、まあね、こいつだけが別格だなと思った。一人だけすげえやつがいるなぁ、もうこいつは本物だなぁと思いましたね。で、それがね、初めての出会いですね、高田冬彦。で、ただ、その前に、アラウンド・ザ・アイダ・マコトっていう美術手帳の特集がありますよね。エリーちゃんとか、後呂くんとか、遠藤一郎くんとかがレモンをこう持ってですね、ザ・テレビジョンね。もうザ・テレビジョンっていう雑誌で、いつもレモンを持って表紙を撮ってたんですよね。で、その表紙で、アラウンド・ザ・アイダ・マコトっていうので、アイダさんの特集で、アイダさんの周りにいる若いアーティストたちをいっぱい出るっていうので、実は高田くん出てたから、まあ、もしかしたら僕それで読んでたかもしれないんだけど、だから高田くんは、アイダさんが、美学校で授業していた時、アイダさんっていうか、あれか、アイダさんでいいのかな、もしかして昭和60年代かもしれないけど、まあ、相田さんを中心でね、に、授業してた時にの生徒なんですよね。浪人時代に通ってるんですね、彼ね。その後、東京造形の写真家に行くんだけどね。まあ、そういう作家なんですけど、高田君は。だから知ってたかもしれないんですけど、知ってたか、読んでたかもしれない。記憶を覚えてはなかったね、僕ね。
で、まあ、それですげえやつがいるなと分かっていて、で、その後ね、だから初の出会いはね、どこか分かんないけど、ただ、どうだろうな、初の出会いってどこなんだろうな、まあいいや、もうちょっとこれ、たかたか覚えてるかもしれないけど、もしかしたらね、UFO の展示かもしれない、UFO のね、アートフェアフリーかもしれない、バカンと。渋谷じゃねえ、原宿に今バカントっていう、バカントね、V ね、っていうスペースがありますよね。そこのね、こけら落としぐらいの時にね、UFO っていうチームが昔あったね、京都のね。で、そのチームがアートフェアフリーって言って、アートフェアなんだけど、フリーなんじゃないのよ。本当はだからアーティストとネゴシエーションして、例えばこれと交換しましょうとかね。そういう、なんか、入札し、の方法が、自分からアイデアを出す、金を出すっていうのでもいいんだけど、別に、だからスペースをあた、あげますとか、そういう何でもいいから、とにかく買う方がアイデアを提供して、アーティストのネゴシエーションが成立すればそれで成り立つっていう、アートフェアフリーね、これすごいいいアイデアだったんだけどね。オファね、やめなければねよかったんだけど、解散しちゃったんですよね、2010年に。震災の直後に、震災前に解散決まってたんだけど、2011年かに、ですね。はい。で、それに出てたかもしれない。あ、で、出てたのは出てたんだけど、そこらが初めての出会いの可能性もありますね。で、ですね。なんだっけ、そうそうそう。で、高田君、で、それでなんでそんなに身近になんだっていうとですね、まあ、その後ちょっと制作手伝ったりも、制作っていうか、ちょっとだけね。手伝ったこともあるんだけどね、レディー・ガガの作品をで手伝ったこととかあるんだけど、レディー・ガガの作品ね、音楽が使えないからもうあまり見る機会ないかもしれないですけど、レディー・ガガのめちゃくちゃでかいですね、5メートルぐらいあるね、でかい顔と、あと何の顔だとか忘れてたけどね、2つガンガンでぶつけるっていう、ね、作品で、それ持ってた、持つの手伝ったんですけどね。その後ね、だいぶしてからわかるんですけどね、実はですね、高田冬彦の父親とですね、僕の両親はですね、私が生まれる前から知り合いだったということがわかるんですね。まあ、似たような職種でですね、まあ、岡山出身だってことは知ってたんですよ。で、高田君と僕同じ中学校です。岡山大学教育学部附属中学校、府中ですね、附属。だから受験して入ってるんです。僕も高田君も受験して入ってるんです。ね、でも高田君の方が全然頭いいと思いますけどね、成績良かったんじゃないかなと思うんですけど、でその後、まあ高田君は違う高校、高田高校は違うんですよ。だから岡山のその岡大の附属ってすっごい変わってて、幼稚園からあるんですよね。幼稚園からあるんだけど、幼稚園、小学校、中学校とあるんだけど、高校だけないんですよ。で、大学なんですよ。だから高校はみんな別々のところに行くのね。っていうすごい変な感じになってて。ただまあね、もし高校があったらすげえ全国でも結構有数に入る、なんていうかな、成績残すレベルの人たちがね、結構集まるんだけど。ないからね、私立の中学。今はあるけどね。今は岡山ありますけど。僕の高校も中高一貫になっちゃった。完全中高一貫になっちゃって。って言うんだけど、まあ、そうですね。そういうところで。で、だからね、それで今、エサハウスミュージアムね。うちの父親と両親、うちの両親と、からまあ僕と、まあ僕は東京にいるからほとんど何もできないんですけど、まあうちの両親がですね、やってる、ミュージアムですよね。に高田君参加してるし、で、まあ高田君の作品僕ずっと見続けてるしね、やっぱり、まあなんか、なんかね、なんていうかな、憎めないじゃないけどな、ずっとなんかこう、可愛がっちゃう感じがするんだよな、なんか甘やかしちゃってる感じがするんだよな。まあいいか。いや、はい。でね、まあ、ちょっとぐらい作品言いましょうか。これ、ボクシングの午後っていうね、あれ、まあ、戯曲ですかね、戯曲ね、をネタにした作品なんですけど、こう面白いですよね。
まあ、これ夢だったっていう作品なんだけど、高田くんがですね、自撮り棒を持ってですね、綺麗な女の子たちにですね、牧神ですね、牧神になったですね、神ですよ、になったですね、高田くんがですね、女の子にですね、こう担がれてですね、男も入ってると思うけど、女の子に担がれて、まあ結構女の子ですね、で、担がれて、上に担がれて、で、ぐるん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 、なんかこう、回されるみたいな、もてあそばれるっていう。で、わーんとか言いながらですね、まあ、快感を覚えてるわけですね。で、それを見たら、それを、は実は夢だった。っていう作品なんですね。で、最後に、こう、夢からスパッと覚めてですね。で、まあ、おちんちんのところですね、機械が、まあ、なんかぐるんぐるん回ってるんですけど、おちんちんがこう、キューンってこう回ってるんですけどね。で、パッと目覚めて、スッと体を起こすんですね。で、で、ため息をついて終わるんですよ。これ、いいでしょ？このため息、何のため息かわかんないですね。無精していたのかもしれないし、夢から覚めて幻滅しているのかもしれないし、わからないけどね。そういう作品。これね、牧師の子。これは、木村悟さんっていう、女子美術大学の教授かな？ですね。最近伊藤亜紗さんっていらっしゃるでしょ。目の見えない人の研究とかしてる人、目の見えない人の身体感覚とかの研究してる人ね、あの人のパートナーですね。で、木村さんも東大で、木村さんも伊藤さんも東大で、多分美学も2人とも美学出身じゃないかな。木村さんも美学だと思うけど、その人の、アイディアで、牧師の子をやってくれっていうふうに言われて、で、高田君が作った作品ですね。かなりいい作品ですね。で、次行きましょうかね。これですね。これね、なんていう作品かわかんないけど、まあ、リトル・マーメイドですね。彼はいろいろ映画のネタから、撮ってくるわけですけどね。で、リトル・マーメイドね。ディズニーのね。で、ディズニーのリトル・マーメイドの歌を歌いながらね。で、こうやって高田君がリトル・マーメイドになってるわけですよ。で、これ何があるかっていうとですね、これをね、人間になりたいからね、マーメイドは。これ、包丁持ってるでしょ、これ。これ包丁持ってるでしょ。で、ね、これで、ね、切るわけね。足をこうブワーってこう、なんていうの、あれなんていうの、チェーンソーでブワーって切るわけです。で、血だらけになるわけです。で、2つになって、で、最後パッて歩いて終わるっていう。これね、人気なんですよね。この作品人気なんですよね。これもいい作品ですけどね。どういう作品、ね、高田君の作品ってどうやって解釈するかってすっごい難しいですよね。高田君もすごい本当にいろんなネタがある人で、いろんな説明の仕方ができるというか、捉え方があると思うんだけど、僕はやっぱり最初はやっぱ西考えのアーティストですよね。いきなり出なくなった、名前が。カルアーツの先生ね。これ調べていったら出てくるかな。ファカルティスタッフで出てくるかな。まあいいや。でもね、僕ね、実は僕ね、マイク・ケリーに一番近いと思ってたんだよね。すっごい知的な人でしょ、マイク・ケリーって。死んじゃったけどね、ほんと悲しいけどね。自殺しちゃいましたね、マイク・ケリー。苦しい。やっぱり頭いいのって大変なんだなと思うけど、頭良くてアーティストやるの大変なんだなと思うんですけどね。ちょっと軽々出てこないですから、これ読みますけどね。そういう作家だと思いますね。だと思ってたんですね。だと思ってたっていうか、今でもそう思うけどね。そういう作品の、日本版ですよね。だと思いますね。つまり、大人じゃないってことです。子供っていうことです。さらに、終焉に教えられた者たちっていうものも、彼にとって非常に重要なテーマで、ずっと言ってますけど、母親が強いっていうような言い方をしてますよね。で、お母さん、すごいこう好きなの。まあ、お母さん、仲いいんだと思うんだけどね。
で、まあ、強い女性に対する、強い女性に対する憧れと抑圧っていうかな、そういうものをテーマにしてるんだと思うんですね。で、まあ、それはベタに解釈しますと、あれですよね。成熟と喪失って書いたの誰だっけ？江藤淳だっけ？あれ？合ってる？江藤淳だよね。成熟と喪失の話だと思いますね。はい、そうですね。江藤淳ですね。つまり母が、強い母っていうかな、男がどんどん弱くなっていくときに、母っていうものの、なんていうかな、抑圧っていうものが出てくるわけですね。そういうものに、を、まあ、もろに引き受けている作品ですよね。で、これ、で、その作品が、これですね。このトーテムポールみたいなの、マイ・ファンタジスタ2。っていう作品ですけど、これ見たらね、要するに強い女性たちね、これ一番下女の子かな。ただサッチャーとかね、これフリーダ・カールとかね、を、顔をこうやってね、つなげていて、自分の顔で、これ顔独立してるんですよ。だから、ギリギリでジェンガみたいな感じね。で、こうやってバーッとこう、どん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 ね、まさにファルスですよね。積み上げていく。ファルスを作っていくんだけど、最後は、あーっつって失敗してバラバラになるっていう。ね、これは結構直接的な作品ですよね。そういう作品ね。これを展示してたかな？してなかったかもしれないけどね。はい。まあ、そういうような作品を作って。これはまた名作。これは僕相当好きですけどね。くるみ割り人形ね。で、くるみ割り人形の、に合わせてですね。ですね、高田君こうやっておっきいなんかスカートみたいなのがあってね、で自分で紐を持ってるですね、紐をこうギューッと引っ張るとですね、スカートがめくられるんですよ。で、高田君下裸なんですよね。で、おちんちんをこう股に挟んでるわけですよ。よく子供の時やりましたよね。で、こうやって女になってこう挟んだままでステップを踏んでるわけですね。バレエのようなね。で、最後にこう完全にスカートをグワッと上げてですね、おちんちんがポロンって出てきて終わるっていう、これね、おちんちんの情けなさみたいな話なんですけどね、これもねすごいですよね。こういう作風をずっと作ってる人ですね。これもちょっと見てみましょうかね。これ高田君はあれなんですね、食虫植物が好きでですね、植物がすごい詳しいんですよね、彼。で、食虫植物を、ケツの穴にですね、こうやって挟んでですね、そのケツの、ケツの、ケツの、あの、なんケツ菌でですね、パカパカさせるっていう作品、これ。ね、ヴィーナスのアナルトラップ。全然ヴィーナス感ないんですけどね。はい。まあ、そんなところでしょうかね。まあ、こういう作品たちでした。ということですね。はい。あ、これやっぱりあれなのかな？ストリーム状態、アナリティクス。やっぱり飛び飛びになっちゃってるんでしょうね。すいません。ちょっとこれはもう後から直しますね。後から直します。ごめんなさいね。でもやりますね。じゃあね、ちょっとね、僕の思い出しタイムやりますね。まあ、この2019年はこういう感じでベスト3プラス1っていうのを今日させていただ、勝手に決めたわけですけども。ですね。その他何があったかちょっと思い出してみましょうか。
あ、そうです。菅祐介が、リーサイギャラリーね、昨日言いましたけどね、がっていうのがあった、ね、久しぶりの、新ギャラリーができまして、若手のね、そういうギャラリー ができたっていうことはとても大きいことなのでね、これから楽しみですよね。で、こけら落としが菅祐介だったっていうことは非常に嬉しいことですね、個人的にはね。菅祐介、ね、友人としてとても嬉しいですね。あ、だからアノーマリーって本当にあれだったんだな。アノーマリーが、のオープニングが、アノーマリーのオープニングって去年か。あ、ごめんなさい、去年だったんですね、あれ。失礼、去年だったんですね。で、そうですね、その後ですね、まあ、何があったんですか？すいません、今ちょっとね、甥っ子や姪っ子の写真が大量に出てきましたね、これ。これね、まあ、でも、まあいいのかな、これだけ喋れば。やっぱ結局、愛知トリエンナーレがな、大きかったからな。愛知は大きかったですよね、やっぱりね。荒川さんのやつか。あれですね、埼玉の建築展とかありましたよね。あ、で、そうか、高田冬彦と二藤健人の、タブギャラリーの2人展っていうのも今年だったんですね。で、二藤君もいい作家ですからね。あんまりね、たくさん、どうなんだろうな。まあでもあんまりもう話すことないかな。まああったらまた話そう。あ、そっか、六本木クロッシングがあったんだ、今年。で、千穂ちゃんが出たんですよね。で、あ、千穂ちゃんと林千穂が、六本木クロッシングに選ばれたので、千穂ちゃんと高田君はまあ同級生ってなのかな、分かんないけど、ですよね。でね、そうだな、まあ千穂ちゃんのもいいさ、いいっていうか、まあもっともっといけたと思うけどな。なんかアンドロイド社長っていうのが、なんか盗撮の写真を見てるっていうので、っていう、つまり社長の欲望なんですよね。アンドロイド社長がアンドロイドなんだけど、そいつがどういう性的欲望を持つのかみたいな。しかもなんか犯罪とかガンガンしまくってっていうね、そういうことですよね。で、それでその犯罪で盗撮されてるのは千穂ちゃんなわけね。千穂ちゃん本人なわけですね。で、林町、これから僕ね、ちょっと面白くなってほしいなとは思ってますよ。なんでかというとね、千穂ちゃんちょうどいい、もう30になったでしょ？で、やっぱりね、30ぐらい超えてからはね、やっぱ作家の本領ですよね。20代は勢いでいけますからね。30代はやっぱり考えなきゃいけないですからね。やっぱこれはいいんじゃないかな、これから良くなるんじゃないかなという気がしてますよね。あ、というか、良くならなきゃいけないと思いますね。また、千穂ちゃんとも何か話そうと思いますが。あと、あれでしたね。東京都現代美術館が、リニューアルオープンしたんですね。ということが、まあ、大きかった。まあ、東京都現代美術館はね、頑張っ、やっぱりないといけないですよね。あと、松田修君の個展も今年だったんですかね。
あと、ふと思い出しましたけど、あれありましたね。なんかあれ何店でしたっけ？アンデパンダン店っていうのありましたね。アンデパンダン店っていうのね、あって、東京芸大の何？陳列館っていうんですか？芸大の横のなんかちっちゃいって言ってもある程度大きいけど、建物であって、で、そこで、アンデパンダンで誰でも来ていいですよって言ったら、すごい数が来たみたいですけど、僕、作品は全然面白くなかったですね、展示も。で、ただ1個だけいいなと思ったのは、地面になんかね、ビーズみたいなのバーっとね、相当長いですよ、100メートルとかあるようなビーズのね、ビーズをこう入れたやつね、がギューッとこう、なんかずっとなんかたまに踏むんですよ、それは。地面にこう沿わせてるっていう、ただそれだけの作品。それね、何さんだったか忘れちゃったけど、その作品はいいなと思った。あとですね、櫛野信正さんですね。僕もちょっと紹介っていうか、解説の方を書かせていただいた本のね、アウトサイドで生きているっていう本の解説を書かせていただいた櫛野信正さんが、東京ドームの、スペースで大きい展覧会をされたっていうのも今年でしたね。櫛野さんはニューヨークにチャレンジするって言ってるし。ね、あと、春也くんのあれですね、プロレスの展示、タブギャラリー、ニュータウンでプロレスするっていうね、展示も、今年でしたね。はい。あとは何がありますかね。でもこのペースでいってたらちょうどいいぐらいか。今4月ぐらいまで来ましたね。全部言ってるわけじゃないんですけどね。でもやっぱ愛知トレーナーで大きかったですよね。あれはなんか傷を残したと思うな。ところどころ大量にある、自分がね関係してるイベントとかはどうしても大量な画像になっちゃうんで、ちょっと遅くなってますけどね。こっからはなんだ、これキャンサーだ。なんだこれは。あ、そうだ。高木優君というですね、芸大を卒業、芸大の、長谷川優子さんの教え子ですね、がやったですね、生きられた庭っていう展示が京都であって、で、これはね、選んであげてもよかったんだけどね。この展示もありましたね。そういう展示もね。はい。これは若い作家とある程度年配の作家が一緒にやってるっていう展示で、高木くん、で、しかも高木くんがですね、毎回ですね、案内するんですよ。レクチャーしながらですね、回るんですよ。1日に何回、5回とか、すっげえ暑い時ですよ。真夏ですよ。よくやったなと思いますけどね。だから高木くんは僕とはスタイル全然違うけど、面白いキュレーターにやっぱなりそうですよね。と島本涼太もこの時だったんだな。島本くんってすごい面白い作家ですよ。踏まれたうんこちょ、あのもともとは陶芸家出身なんだけど、踏まれたうんこを陶芸にしたりとかね。靴で踏んだうんこを陶芸にしてたりとかね。
まあでもそ、あ、もう、でももう終わりにしよう。こんなもんですね。うん。まあ他にもいろいろあったと思いますけど。だからまあアートの業界、アート、日本のアート、まあ、どうでしょうね。新しい作家が、新たに僕がなんか見つけたっていう感じではないですけど、面白い状況はまだ続いてると思いますし、日本の作家ってやっぱりいい作家が、僕世界的に見ても本当にレベルの高い作家が多いと思うので、来年もですね、楽しみにしてますし、まあ自分もね、ちゃんとやんなきゃいけないなと思っているので、頑張っていきたいと思います。はい。まあそんなところですね。はい。以上になります。はい。すいません。今回のね、動画もね、飛び飛びになっちゃいましたけどもね。なので、これはちょっとね、完璧なバージョンを再度アップします。ので、ね、そちらをご覧ください。はい。以上になります。ありがとうございました。